みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら。男性かと思いきや実は女性だと知って驚く漫画家たち、パート2。突然ですが皆さんは漫画家さんの性別を気にしたことはありますか？絵柄や作風、掲載誌やペンネームにもよりますが、少年漫画なら男性が、少女漫画なら女性が描いてると先入観を持ってしまいがちです。しかし意外にもイメージとは裏腹に性別が違うことも少なくありません。そこで今回は男性かと思いきや実は女性だと知って驚く漫画家さんをご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介する漫画家さんは田辺イエロー先生。田辺イエロー先生は武蔵野美術大学卒業後、2000年に小学館新人コミック大賞佳作を受賞すると、その後清水洋蔵先生やライク誠先生の下でのアシスタント経験を経て、2002年に特殊能力を持つ主人公が少女を助ける読み切り漫画ロストプリンセスが少年サンデー特別増刊 R に掲載され、田辺イエロー名義で漫画家デビューを果たしました。そして翌年2003年からは現在の田辺イエロー名義に変更し、結界術を使う少年が妖怪を退治していく和風バトルファンタジー漫画結界誌が週刊少年サンデーで自身初の連載作としてスタートし、2006年には小学館漫画賞を受賞すると、その同年にはテレビアニメ化もされ、田辺イエロー先生の一番の代表作となりました。そんな田辺イエロー先生は、そのペンネームや作風、自画像のペンギンなど、普段から顔出しをされていないこともあり、男性だと勘違いされがちですが、れっきとした女性であり、漫画家デビュー間もない頃に登壇した賞の受賞時にはその姿を見せています。続いてご紹介する漫画家さんは樋口大輔先生。樋口大輔先生は1991年に集英社主催のホッツテック賞で佳作入賞し、翌年1992年に久住大輔名義で書いた読み切り作品が週刊少年ジャンプ増刊号に掲載され漫画家デビュー。その後読み切り作品をメインに執筆していく中で、現在の樋口大輔名義に変更すると、1998年には自身初の連載作として、週刊少年ジャンプでホイッスルがスタートしました。ホイッスルは、中学校のサッカー部での活動や選抜チームでの練習を通じて、少年たちの友情やそれぞれの成長していく姿を描いたサッカー漫画で、臨場感のあるサッカーの描写に加えて、サッカーを通して描かれる人間ドラマが魅力となっており、樋口大輔先生の一番の代表作として知られ、今なお多くのファンから愛されています。そんな樋口大輔先生は、どこからどう考えても男性名義のペンネームですが、実は最初は少女漫画を描きたかったため、少女漫画の編集部に作品を持ち込んだそうです。しかしながら現実は厳しく、自身の描きたい少女漫画はなかなか受け入れてもらえず、そんな時アシスタント先の先生に相談したところ、ひぐっちゃんは少年誌向きだと言われたため、集英社に作品を投稿し始めたそうです。そして少年誌掲載で作家名が女性名義だと、女性というだけで読んでくれない人もいるという理由から男性名義を名乗りデビュー。以降現在も男性名義のペンネームを使用し続けています。続いてご紹介する漫画家さんは林田久先生。林田久先生は芸術科の高校を卒業後、東京芸術大学美術学部へ進学し、絵画科を専攻しながら芸術の道を邁進していく中、大学在学中の1997年、月刊アフタヌーンの指揮賞に投稿した作品ソファーちゃんが準入賞し、漫画家デビューを果たすと、漫画家活動の傍らイラストレーターとしてキャラクターデザインの仕事もこなしつつ、2000年からは週刊ビッグコミックスピリッツ増刊一期で自身の代表作ともなる作品ドロヘドロの連載がスタートしました。ドロヘドロは魔法によって頭を爬虫類に変えられてしまった記憶喪失の男カイマンが、本当の自分の顔と記憶を取り戻すため友人の二階堂と共にその真実に迫っていくダークファンタジー漫画で、大敗的で殺伐とした世界観とグロテスクでハードコアな作風、コミカルなキャラクターたちによる本作特有の独特なブラックユーモアなやりとり、
混沌が混沌を呼ぶ怒涛のストーリー展開が受け、熱狂的な支持を獲得しました。そんな林田久先生は、ペンネームになぞった球体のキャラクターの自画像や、性別が読みにくいペンネームに、ダークでグロテスクな作風、荒々しく躍動感あふれる作画から、男性であると想像されがちですが、これまで一切顔出しをしたことがないものの、ファンの間では昔から女性と知られているため、改めてそのことを知った読者からは、作品とのギャップから、現在も衝撃の事実として驚かれています。今回最後にご紹介する漫画家さんは、クリムゾン先生。クリムゾン先生は、R18 をメインとした同人漫画家で、その名前の由来は、もともとは弟と一緒に活動していたサークル名であり、その当時は、自体の合同ペンネームとして別名義を使用していたものの、弟が作家活動を引退したため、以降は自身のペンネームとして、クリムゾンを名乗るようになりました。そんなクリムゾン先生は、既存のゲームや漫画のキャラクターの同人誌で漫画家として頭角を現していき、とりわけファイナルファンタジー7の登場キャラ、ティファの同人誌で知名度を獲得。以降も同人活動をメインとしつつも、2009年にはデジタル漫画誌で初の連載作品を手掛け、その後は成人向けとは別に、一般向けの作品も発表するようになり、二次創作からオリジナル作品、携帯コミック向け漫画の執筆と、活動の幅を広げていきました。また漫画界外の活動も積極的に行っており、2012年には自身の漫画を原作とした、テレビアニメ版の脚本と制作指揮に携わったほか、自身の他作品の OVA では監督を務めたりと、マルチな活動をこなしています。そんなクリムゾン先生は、それまで自身の素性については一切公表していなかったものの、2015年に開催されたイベントに出演した際にマスク姿で登場し、この時初めて女性であることが判明しました。なおこのことに関してクリムゾン先生は、あれが本人かどうかは想像にお任せしますと、明言を避けているものの、ファンの間では女性だったことに加え、その美しい姿に騒然、大きな話題となりました。ちなみに2020年からは、自身の YouTube チャンネルも立ち上げており、バーチャル YouTuber として、漫画に関することからゲーム配信、その他にも幅広いジャンルの動画を投稿。そしてある時からは、限りなく実写と思われる姿を、高性能 3D アバターとして見せるようにもなり、落ち着いた声と上品な口調、その唯一無二の多彩性が人気を呼び、配信者としても多くのファンから愛されています。今回は、男性かと思いきや、実は女性だと知って驚く漫画家たち、パート2。ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？当チャンネルでは他にも、様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。